今回の雑学はこちら。パチンコは粘りと頑張りというのは本当かということです。パチンコは粘りと頑張りとよく言われますが、実際のところはどうなのかと。パチンコ台というのは確率に支配されているです。出るか出ないかはですね、言ってみればくじ引きみたいなもんと。大当たりの確率は315分の1から360分の1ぐらいと、機種によって違うと。要は粘ってたくさん大金をつぎ込めば大当たりする確率が上がると。粘って大当たりを出したとしても投資額に比べて損をすることの方が多いと。粘りと頑張りというのはですね、お金を使わせるための店側の戦略の言葉ということです。